はい、すいません。アニマ記念のね、追い切りチェックのコーナーです。今年もね、今週で終わりですからね。総決算の有馬記念です。日本は5頭出走なんですけども、そのうちアルバートがね、目標追い切りなんでね、4頭ですね。昨年の覇者ゴールドアクターがね、ウッドコースで吉田隼人ジョッキーが乗ってね、ツインプラネットと合わせて6ハロン 81.7 の 12.8。先週はね、ちょっとね、モコモコしてるような感じが、まあ強くやったんですけどね、外回して。で、今週の方がね、動きは良かったと思います。体もね、少しシェイプアップしましたからね、良くなってると思います。はい。あと、マリア・ライト、宝塚記念のね、覇者ですけども、この馬もね、先週しっかりやってるんでね、今週は単走で、ウッド単走で 68.9 の 13.1、こう、弾むような動きがあったんでね、これもね、体調はね、この前よりもさらに上向いてると思います。あとはマルターズアポジ、これは展開の鍵を握りそうなね、多分花行くでしょう。北サンブラックの前に競馬すると思います。これはね、牛沢ジョッキーが乗ってウッドコースで5波の 66.2 の 12.5、 これもね、しっかり動いてましたから、楽に動いてましたしね、体調はね、この前の福島記念よりもさらに上がってんじゃないかな。相手は強いですけどね、この辺はいいかなと思います。穴で狙う人はこれどうぞ買ってください。サムソンズプライド、これもね、これはポリトラックコースでね、65.0 の 12.3、 これ勢いで合わせてね、これもともとね、結構これぐらい動きますからね、この馬なりに体調は良さそうですし、あとはまあ横山ジョッキーがね、乗り切るジョッキーが乗られるんでね、まあ、この辺でどれぐらい動けるかなっていうのがちょっと注目の馬かなと思います。以上です。